失礼遊ぶの梅ちゃんとベルちゃんです。なになに、マジなに、今日はなんどうしてもどうしてもどうしても何か書きたいって言ってたじゃないの。言ってない、そんな何も言ってない。どうしても言ってない、本当に言ってない。書きたいってそこまで言ってない。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞどうしようかな。何を書くの。じゃあね、じゃあね、今日はね、はい、スプレーアートでも描けるし、多分アクリル絵の具でも描けるし、まあいろんなね方法があると思うんだけど、え、結構一気にレベル上がるよ。いくよ。 OK。 はい、これすごい。え、これ今作るの。これを今、はい、この 3D アート、ちょっと 3D 見えるでしょ。 3D に見えるよ。ね、かっこいい。これかっこいい。うん、まずね、うん、どうやってこの 3D アートを作るか、簡単に作るか皆さんに教えていきたいと思います。じゃあ、はい、まず1つ目、はい、一番最初に、はい、この画像をスクリーンショットしてください。スクリーンショット、スクリーンショットしましたか。パチッしましたね。はいはい、それでコンビニに行ってください。はい、でコンビニのプリンターでプリントしてください。はい、はい、出来上がり。はい、はい、たったそれで誰でもできる。はい、そういうことじゃない。詐欺だ。何の詐欺分かったよ。じゃあいい、教えてくれるよね。はい、できますね。はい、それは何。まあまあ、紙、紙、紙です。はい、同じ大きさに、うん、これをいっぱい切ります。 OK。 はい、これを何枚も何枚も何枚も切ります。はい、並べ方としてはこうね、うん、これが基本です。はい。OK？ とりあえずこれを作りたいんだけど、うん、同じ色だとつまんないから、うん、何色に？赤がいいかな。赤？赤がいい。じゃあベロちゃんリクエストでこれの赤バージョンを作ってみて。やったー！ベロ。これいいね。3D バージョンです。ブラシをこうやってぐしゃぐしゃに、本当にぐしゃぐしゃにして、これでいいかな。うん、あんまりないじゃん、これあんまりやらない。いろんなので使えるかもしれない。これ多分、ね、ネイリストさんとかもさ、もしかしたらこれ使えるんじゃね？このテクニック。どんどん使って、なんか使ったらこれ使えたとかなんか教えてくれたら嬉しいね。四角空いてるとこあるじゃん、うん、見える？ここの四角、うん、空いてるところ、うん、黒にします。真っ黒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 
真っ黒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 ね、うん、ここまで簡単、うん、ここまでは簡単。ここのこっちあるじゃん、こっち側のここだけ、うん、鍵にする、鍵にする、鍵にする、オッケー。こっちがダメだよ、ダメダメ、はい、オッケー。でこれ1個ね、これね、また戻すかもしれないけど、うん、今度ここね、うん、でもここ、うん、オッケー、オッケーの今度はここ、ここね、うん、分かる、うん、ここ、オッケー。今度はこれのここね、うんうん、これのここ側で、ここにも、まあ、横のやつは横の壁を作るってことだね。で、これの横、うん、じゃあよいしょ、ここね、こっちをここと、ここよいしょ、ここの、あ、それは先だった、そうね、これの、うん、こっち側ね、うん、こっちもだね、よいしょ、ここね、ここね、ここで、今度はここ、オッケー、おお、はい、めっちゃかっこいいよ。どうですか、めっちゃいいじゃん、はい、どう、なんか多分ね、やってみるとね、うん、ちょっとね、あれって混乱するかもしれないけど、何回もねこれ練習するとね、うん、だんだんもうパターン決まってくるから、多分楽しいと思います。なんか黄色がめっちゃ目立つけど、黒もなんかかっこいい、エレガント、黒おしゃれでしょ、おしゃれ、しばらくすると忘れちゃうからやり方これは未来の自分自身へのメッセージでもあります。わかる、なんか忘れるとやばいやばいやばい、ちょっと YouTube をチェックする、あ、そうそう、そうだから自分で自分の YouTube チェックできるじゃん、だから結構自分のためでもあるし、自分のチュートリアル、自分で自分のためのチュートリアル、チュートリアル、すごいね、10年後の梅ちゃんのメッセージです。ってことで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミーゴス、バイバイ。